三之町の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はシュノーキリンググラスボートが出発する猪田漁港からお届けします。何のために来たかというと、今回はボートのお掃除です。船の底についた藻をたわしでゴシゴシきれいにしましょうということでやってきました。ただボートの下を見ると海藻がいっぱい流されてきていますね。なんだか作業の邪魔だなぁなんて思ったりするものですが、こんな時ほどよーく観察してみましょう。ほら見てみてください。ロープの周辺にはお魚さんがいらっしゃいます。かくれんぼが上手なお魚さん、ほらこちら三日月ツバメウオの幼魚です。まるで枯葉そっくりな動きでしたね。さらにはすぐに画面から出ちゃいます。分かったでしょうか。南洋ツバメウオの幼魚も泳いでいましたね。まだまだ達人はいましたよ。イカさんも2匹漂っていました。海藻が港に入ってくると、そこを隠れ場所に使うお魚さんも一緒に来てくれる場合が多いです。今回は港のボート清掃作業ではありますが、少しお魚さんのご紹介 YouTube です。三日月ツバメウオの幼魚、南洋ツバメウオの幼魚をご紹介いたします。もちろん港で泳ぐことは禁止されています。ただボートの船底、底ですね、底の清掃作業ということで許可をいただいて入っております。さあ海藻が水面を覆っています。その海藻の中を泳ぎ回っているのが三日月ツバメウオの幼魚です。やっぱり海藻を隠れ場所にしていると本当に分かりにくいですよね。そして何か視線を感じると思ったら、あらこんにちは、目と目が合う瞬間嬉しくなりますね。では話を元に戻して別アングル、はい、こちら三日月ツバメウオの幼魚、背びれから尾びれがビヨーンと長いのが特徴です。観賞魚としても人気があるそうですよ。それが大人になるとこんな感じになります。やはり大人になると余裕があるんでしょうか。ゆったりと泳いでどっかに逃げていきました。次は南洋ツバメウオの幼魚です。こちらも同じく海藻に紛れて泳ぎ回っています。わかりにくいので別アングル拡大してみましょう。この種の仲間としては胸びれと背びれは短めなのが特徴です。よく枯葉に擬態していると言われます。さあ違いは分かったでしょうか。では最後におまけでイカをご紹介します。こちらもやはりかくれんぼの達人さんです。今回は丸印はつけません。皆さん探してみてください。今真ん中水面あたりを泳いでいますよ。あ、南洋ツバメウオの幼魚さんもいましたね。分かったでしょうか。さあボート船底の掃除は終わりました。綺麗になったボート、早速ちびっこお魚さんたちが集まってきていましたね。ボートが綺麗になってお魚さんも喜んでいるかもしれませんね。サンゴ礁の海から YouTube は石垣島での海遊びが楽しくなる、そんな豆知識動画もアップしています。もっと詳しくいろいろ楽しみたい方、シュノーケルグラスボートツアーを行っております。興味のある方ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。